池田三政夫妻墓所。池田三政は、針間姫路藩の第三代藩主、稲葉鳥取藩主、備前岡山藩の初代藩主、岡山藩池田宗家三代、姫路藩の第二代藩主、池田利孝の長男、母は二代将軍、徳川秀忠の幼女、鶴姫。当時の岡山藩主、池田忠次が幼少のため、利孝は、岡山城代も兼ねており、 三つ正はそこで生まれた。慶長16年に江戸に赴いて、秀忠に越見し、国都市の脇差しを与えられる。慶長18年に祖父の池田照正が死去したため、父と共に岡山から姫路に移った。同じ年に父と共に徳川家康に越見する。この時家康は5歳の三つ正を失家近くにまで召して、髪をかき投げながら、三左衛門の孫よ。 早く立派に成長されよと言葉をかけた。そして、脇差しを与えたが、三つは、家康の前で脇差しを、するりと抜き、じっと見つめながら、これは本物じゃと語った。家康は、三つの態度に笑いながら、危ない、危ないと言って自ら鞘に収めた。そして、三つが退出した後、眼光の凄まじさ、ただ人ならずと感嘆したという。現那2年6月13日に、 父の年高が死去した。このため、6月14日に幕府より家督相続を許され、後を継いで42万国の姫路藩主となる。しかし、現那3年3月6日、幼少を理由に稲葉鳥取32万5千国に原天保となった。鳥取藩主となった三つ政の内情は苦しかったという。稲葉は、戦国時代は、 毛利氏の影響力などが強かったとはいえ、少量種が拡挙して競争していた地域だったところから、藩主の思うように任せることができず、生産力も年貢収納量もかなり低かった。しかも10万国を減放されたのに、姫路時代の42万国の家臣を抱えていたため、財政難や領地の分配にも苦慮した。このため、家臣の俸禄は姫路時代の6割に減らされ、 下級武士は城下に住む場所がないので土着して、反応藩主として生活するようになった。三つ政は、鳥取城の増築、城下町の拡張に努めた。現那6年、幕府より大阪城城壁の集築を命じられた。現那9年6月、二大将軍、徳川秀忠の上落に従って、京都に入るが、未だ無意味感であったため。 同月25日の秀忠の三代にはぐぐし得なかった。続いて7月に入ると遅れて上落してきた、精神家光も入教し、7月27日に家光が将軍宣言を受けて第三代将軍になると、8月3日に15歳で元服し、この時当時名乗っていた雪鷹を三代将軍徳川家光の変記を排除し、三政正と名乗った。同月6日、 家光の三代に先立って、14にした、自重に叙任され、愚部の一員に選ばれた。その後、寛永3年8月の家光上落にも従い、左近の少将に叙任された。寛永5年に1月26日に、本田忠時の娘、勝子を、大御所の秀忠の幼女として正室に迎えた。寛永9年4月3日に、叔父の岡山藩主、池田忠夫が死去し、 重廷で忠だの着な三中が三歳の幼少のため、三陽道の幼所である岡山を治めがたいとし、5月に三政は江戸に召し出されて、6月に岡山31万5千国へ違法となり、三中が鳥取32万5千国に国替えとなった。以後、西国将軍と呼ばれた池田照正の着孫である三政の家系が、明治まで岡山藩を治めることとなった。 三つ正は、岡山城の鎮守として、東照宮を勘定しており、これは、日光東照宮が地方へ分社された全国で、最初のものであったが、他の藩でもこれに習って、次々に東照宮の御勘定を行い、その数は150社に上ったと言われている。そして、東照宮造営は、藩主、池田三つ正の対岸であった。社殿造営にあたりかろ池田では守るを大奉行とし、 徳川幕府の作事方、総大工木原木城を大工東寮にあて、備前藩の作事総大工の地位にある、横山三郎衛門は、将区として自席に置くなど、人員配置にも異常の配慮の払われた神社の造営であった。池田家履歴略起商法二年二月の記事中に、去年東栄山の解散展開造成をもって、東昇宮を備前に誕生し、城郭の鎮守と祝した手祀らんことを、 将軍家の御内調に達せられしが、今年6月1日相乗より、返答あって、同二日、堺さぬき神のもとへ参りたまい、御感情のことをせあれば、紀伝の志は言うなれども、以後国々に残りはなく願われ、心にもあらぬことに、なりき後半はいかがなり、さればいかに軽くご造営しかるべしと答えられてる。列高台にえつせたまい、やがて備前に帰られそのようにあり、 7月9日初約を、メーゼラル、とあった。シャチは、当時の上東軍門殿村平立山で、ここには、古くから、玉江宮が鎮座し八万宮として数形されていたが、この宮を、地続きの南部の定地に移し、その後へ、大掛かりな、東昇宮の造営は行われたのである。儒教を信奉し、幼名学者、熊沢万山を招聘した。歓迎18年、 全国初のハン花畑教場を開校した。漢文10年には、日本最古の庶民の学校として、静谷学校も開いた。教育の充実と質素倹約を胸とし、備前風といわれる政治姿勢を確立した。岡山軍大館津田江氏を登用し、干拓などの新田開発、百軒川の改作などの治水を行った。また、産業の振興も奨励した。 このため三つは、三戸藩主の徳川光つ国、藍津藩主の星名正幸と並び、江戸時代初期の三名君として称されている。三名君と称された人物は、個性的な人間が多い。三つは、幕府が推奨し国学としていた趣子学を嫌い、陽明学、神学を半学として実践した。この陽明学は、自分の行動が大切であるとの教えで、 これを基本に全国に先駆けて、藩校を建設、藩内に、庶民のための手習い書を数百箇所作った。後に、財政上の理由で嫡男の綱正と、手習い書存続をめぐって対立した。後に、手習い書を統一して、分け郡に、静谷学校を作った。三つ正の手腕は、宗教面でも発揮され、真珠一致思想から神道を中心とする政策をとり、 神仏分離を行った。また、寺受け制度を廃止し、神道受け制度を導入した。儒学的合理主義により、因子、邪教を嫌って、神社合祀寺院整理を行い、当時神奈川軍において、流星を極め、国家を認めない日蓮州不樹不正派も弾圧した。このため備前北家州は壊滅している。こうした、三政の姿勢は幕府に睨まれる結果となり、 一時は、三つ正無本の噂が江戸に広まった。しかし、こういった風説があったにもかかわらず、死ぬまで、岡山三十二万国が安泰であった。三つ正は地元で代々続く旧家の過去町の抹消も、行った。三つ正はまた、庶民の写真を禁止した。特にし、御腰、じりなどを用いた派手な祭礼を禁じ、元日、祭礼、祝宴以外での飲酒を禁じたが、 東照宮から岡山城下町を練り歩く岡山一の祭礼、東照宮ご信仰は規模を縮小しながら、官民一体となり、毎年9月17日に採業された。また、備前は米どころであるにもかかわらず、名酒が育たなかった。現在、岡山名物の料理となっている、ちらし寿司の一種、バラス司の誕生にも、三つ政の権威悪霊が絡んでいると言われる。 倹役令の一つに食事は一重一切というのがあり、対抗策として魚や野菜をご飯に混ぜ込んで、これで一切と称したという。なお、性質の勝つことは、最初の頃は、あまり良好な夫婦関係とは言えないと見られていたが、その後は、はためも羨む、仲の良い夫婦になったという。漢文12年6月11日、三政は、藩主の座を、 着難の綱正に譲り隠居した。三政はこの時、次男の政ことに、備中の神殿一万五千国、三男の輝記録に同じく一万五千国を、分与した。隠居から四ヶ月半後、母の副聖院が死去し、六年後には、性質の勝子も死去するという不幸にあったが、三政は隠居ながらも実権は握り続けた。天那元年1十月、三政は、 岡山に帰国した頃から体調を崩し出した。三政は岡山城西の丸で養生したが、年齢が70を超えていることもあって良くはならなかった。天南2年4月、京都から岡現象という名誉を招聘するも良くはならず、四季を悟った三政は5月1日に寝室にカローラ、重臣を呼び出して遺言を伝えた。三政は5月22日、 岡山城西の丸で74歳でこの世を去った。三つの墓所は岡山県美全市吉永町の間に池岳墓所にある。三つは様々な資料により数多くの逸話が残されているが、それらの資料は江戸時代に三つ名君説を強調するために書かれたものが多いことを復帰しておく。ありがとうございます。